JR 西日本が時速300キロの走行を目指して開発を進めている試験車両 WIN350 です。WIN350 は時速300キロでの営業運転を目指して平成4年の春から山陽新幹線の広島博多間でテスト走行を繰り返しています。この3年半にわたる走行試験のデータをもとに JR 西日本ではすでに営業用の車両の製造に取り掛かっており、来年1月には第1号が完成することになっています。今日はこの WIN350 の走行試験が報道関係者に公開され、営業用の新型車両に採用される新しい技術などについて説明が行われました。乗客にとってまず気になるのが高速走行中の騒音です。騒音は主にパンタグラフに風が当たって発生するということで、 WIN350 では空気圧を少なくするため従来の C 型から T 字型に変え、しかもその周りをカバーで覆っています。また特殊なサスペンションで車内の振動を抑える工夫がされているということで、実際に乗ってみた感じでも現在走っているのぞみ号並みといったところです。 JR 西日本では営業用の車両ではのぞみ以上に騒音振動を抑えることができると自信を深めています。大体290キロ後半を走っていましたが300キロを超えました。WIN350 は今300キロ付近で走行しています。JR 西日本では来年2月に営業用の車両を使って試験走行を始めます。時速300キロでの営業運転が実現すれば、そのスピードは現在世界で一番速いフランスの TGV と肩を並べることになります。